今日は新松田に来ました。なんか産業祭みたいですね。松田。お、なんか焼いてる。なんかあ、藍染めいいね。それでは、この匂いのまさに阿哲さんにインタビューをしてもらいます。お願いします。アルミグラン、はい、というところなんですけど、こんだけ飲んでるのかなって、うん、お、たこ焼き、大阪名物500円。先生とか言われないんですか？いないことにしとく。やっこさんって言ってもらえない。いないことにしとく。エビカツ。先生いないことで。リーダーは先生どの方に来てもらえない。なんでテーブルタップが売ってんねん。はい。みんながリーダー一番ね、聞きにくい話をしてる。お、サトイモ200円。安っ。ちょっとビジネスペンやったよね。ビジネスペンね。あもりさんだって500円。この間歩いてもらえた。中学生。お、中学生ですって。そう、牛タン。もう25歳で魅力がありますよね。普段の学校はこの紫の髪型で行ってる。あ、黒で。そうだ、これで行ったら怒られちゃうもんね。え、中学生手挙げて、中学生。あ、この辺が中学生、松田中学校行ってるの。え、え、ちょっと待って待って、今問題だよね。松田中学校。あ、一人、松田、あ、ま、いましたよ、やっぱり松田中学校。ってことはちなみに松田中学校じゃないのは何中学校？商工中学校、大井町のね、今日大井町の話しません。松田町の話します。松田中学校何年生ですか？中学1年生ですって。皆さん最近の中学生は綺麗ですね、本当ね。最近の、え、中、本当に本当、歯も綺麗でねえ、おっさんになってくるとね、ちょっと黄ばんでくるんだけど、真っ白ですよ。ダンスはどれぐらいやってるんですか？やばい、調子悪い。